牧島リンリンロードは二十数年前に佐賀県伊万里市の牧島地区のたたら海岸沿いに整備されたサイクリングロードである。今後は利用者の拡大を図るため、サイクリングロードの中間地点である伊万里湾ブとガニの館を拠点とし、自転車貸し出し施設の設置や道路の補修などが計画されている。自転車の輪、輪と訪れた人たちが仲良く隣り合って遊ぶ。 また、地域住民や自然と接することができるという意味での、隣、隣の二つの意味を重ね合わせて、リンリン、ロードという名称となった。延長4 6キロメートルのコースで、カブトガニの展示場であるカブトガニの館を出発点とし、カブトガニの産卵地で有名なタタラ海岸、鶴の平市である長浜干拓を目の前に終点では、 イマリワン大橋の橋脚の下まで行くことができ、イマリワンを一望することができる。また、春には、地元住人が栽培した菜の花、夏には、浜棒などの塩なす植物が道沿いに咲いている。星岳、牧島山なども遠くに眺めることができる海と山に、囲まれた自然豊かなサイクリングロードである。牧島の海岸沿い一帯はほとんど干拓による、埋め立て地であり。 その昔は塩田が広がっていた。それを物語る石碑や塩滝用の煙突などが道沿いに残っている。環境維持のため地元住人や地域の子供会などのランティア団体によって、年に3回の草刈り、年2回のたたら海岸清掃が行われている。また地元の今里高校、島小学校の児童生徒がカブトガニを守るための保存、清掃道活動を、 毎年5月から7月にかけて行っている。ありがとうございます。